皆さんこんにちは。マリコチャンネルです。今日は牛乳浸しパン、スクイーズ流行ってるよね。もうね、アンジちゃんがね、耳楽楽で買ってたの、これ。ね、牛乳浸しパン、メロン。気持ちいいよね。いい匂いだよね、メロンの。で、昨日ね、イオンモール行ってきたんですよ。そこでアンジちゃんがまた買いたいというので、ね、中に何が入ってるか分かんなくて、当てたのがね、これ。コーヒー牛乳浸しパン。手にあ、さあ、どこらへそうですか。今、ね、ちょっと手にすいてるので これね、コーヒー牛乳の匂いがする。いい香り。このブルームっていうところのね、いいよね。私もね、買いたいなと思ってね。あ、そうそうそう、忘れてた。今日のお供はね、かっこかわいいでしょ。レトロリカちゃん。あ、靴がなくなっちゃった。レトロリカちゃんね、かわいいでしょ。こんな感じで、星のベストがサイケっぽくていいです。よろしくお願いします。でね、中に何が入ってるかわからない。ということで、私も買ってきました。ドキドキするね。できればこのメロンとコーヒー牛乳じゃないのが当たりたいね。こんなになってんだ。浸しパン、あ、ふわふわもっちもち牛乳浸しパンミニ。これね、何入ってないね。できればね、マスカットとか桃とかね、いちごとかシークレットなんていうのが当たりたいね。ドキドキします。じゃあ開封。来い。ほい。なんかドキドキする。みんなに先に。あ、じゃあ何これ。あ、チョコ。へえ、チョコ牛乳。音はね、特別な人音とか聞くんだよね。こんな感じ。いいよね、この感触。ああ、同じのじゃなくてよかった。チョコ、匂い変えてみる。チョコ、うん、チョコっぽいね。あ、でもこのブルームのね、ブルームって呼んでいいのかな。いい匂いなんだよね、こんな感じ。ああ、ポップの色が良かったけど 人生甘くないね。でもチョコは大好き。私、何が好きですかって言ったらチョコだね。チョコだよ。リカちゃん、触ってみる？何この感触。もちもちして。気持ちいい。あ、これなんか私の場合枕になりそうね。そんなわけで、みんなもスクイーズやってますか？気持ちいいね。これ私初めて買った、自分で買ったスクイーズ。
遅れてるけど、今欲しいの虹のスクイーズ買えるといいな。またやってみるね。では今日はリトルリカちゃんとにらめっこにらめっこスクイーズも一緒に、だるまさんだるまさんにらめっこしましょう、笑うと負けよ、ハップ、ふぅ、バイバーイ。牛乳ひたしぼ、いちご、水色のやつが欲しい。今度当てたいぞ。バイバイ。